ミドルイーストアイはロンドンに拠点を置くインラインニュース事業で中東で起こる事件をカバーしている。公式サイトによると、名は独立した資金源によって運営されているオンラインニュース組織として2014年4月に創設されたという。中東ニュースの主要なポータルサイトとなることを目指しており、ターゲットとする層はこの地域の中や周辺に住み、 この地域の運命に深い関心を寄せるあらゆる読者たちである。多くの政府や指揮者、研究者たちは名についてムスリム同胞団よりのバイアスがかかっているのではないかと疑っている。サウジアラビアやその同盟者たちは名をカタールが資金提供するカタールよりの情報の発信者とみなし、カタールに対して名を閉鎖するよう要求している。 2019年1月から、メイの記事の一部は、アフップブが日本語で配信している。メイの編集責任者は、かつてイギリスの新聞、ガーディアン紙で、外国首脳記事のチーフを務めたデビッド・ハーストである。メイは、2013年に、イギリスで設立された、リミテッド・カンパニーである、MEE 社が所有している。ニュース編集者のダニア・アッカドによると、 記事の大部分はフリーランスの書き手によるものでニュース、特集記事、論説などを担っている。特に注力しているのはニュースの地元の人々に光を当てた局地的な記事である。名はロンドンの事務所に20人ほどの上勤者を雇用している。MEE 社の取締役ジャマール、ベッサッソはかつてはアルジャジーラで企画、人事担当の取締役であった。 アメリカンエンタープライズ研究所の研究者であるマイケル・ルービンは、メイト、その編集責任者であるデビッド・ハーストが、記事の中でハマスのニュース素材を独占的に入手していると指摘している。ルービンは、ハーストがムスリム同胞団を称賛、擁護する論説を執筆している、とも指摘している。ルービンによれば、ミドルイーストアイのウェブサイトを登録した人物は、イギリスに拠点を置く、 慈善団体とされるインターパルの現職員であり、この団体はアメリカ合衆国財務省からハマスの資金協力者と認定されているという。ハドソン研究所によれば、メイトミドルイーストモニターはカタールに拠点を置くアルジャジーラとは異なるムスリム同胞団の見解を西側の読者に伝えるべくムスリム同胞団の協力者たちによって立ち上げられたものであるという。サウジアラビアは 名が直接間接にカタールから資金を提供されているニュース媒体であると非難している。アラブ首長国連邦の新聞ザ・ナショナルはミドルイーストアイの報道にはハムアラブ首長国連邦のバイアスがかかっている主張し、名の職員に何人ものアルジャジーラ出身者がいると指摘している。同氏はまた、メガムスリム同胞団の何人ものメンバーとつながりを持っているとも非難している。 2017年6月22日、カタール外交危機の最中、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、バーレーンは、カタールに対して、ミドルイーストアイの閉鎖を含む13項目の要求を出したが、これは、各国が運命について、ムスリム同胞団に同情的であり、カタールから資金を得て、カタールよりの媒体になっていると見たためであった。ありがとうございます。